こんにちは。朝日鍼灸整骨院の澤です。今日はですね、季節の変化と、それによって人の体はどういうふうに変化していくのかっていうことについてお話をさせてもらいます。季節が変化する、季節の変化によって人の体っていうのはそれぞれの季節をうまく過ごせるように変化していきます。例えば冬だったら外が寒いんで寒さに負けないようにするために体をこう縮こませて熱を逃げないようにしたりとか、反対に夏だったら筋肉とかあとはその肋骨を緩めたりして、で体の中に溜まった熱を逃げやすくしてあげるっていうふうに、それぞれの季節をうまく過ごすために人間の体っていうのは季節によって変化するようになっています。しかしながら人間の体っていうのは長年いろんな歴史とかがあって作られてきてるもんなんですけど、最近は急にそのエアコンができたりとか、現代の生活様式っていうのはここ3、40年で急に出来上がったものなので、今まで何百年何千年っていうふうにかけてできてきた人間の体っていうのはなかなかそれにうまく対応できないっていうところがあります。どういうふうなことなのかっていうと、これから夏を今から迎えますけど、例えば夏になると人間の自然な体っていうのは当たり前なんですけど、外が暑くなるんで熱を外に逃がそうっていうふうな働きを持ちます。でも反対に今の生活様式だとどこに行ってもクーラーが効いているっていうふうな状態になります。じゃあ人間の体は熱を逃がそうとする働きがある。その上クーラーの効いているところに行くと余計に体が冷やされすぎてしまうっていうふうなことが起こってしまいます。でもちろんそういうふうにして体が冷やされると冷えの影響によって体の調子が悪くなってしまうっていうことが起こります。じゃあこれを防ぐためにはどういうふうにすればいいのかっていうと、例えばエアコンの場合だったら体がもう冷えすぎないようにまめに温度調節をしたりとか、温度調節が難しいっていう場合は常にも羽織るようなものを持っていったりして自分の体が冷えすぎないように気をつけてあげるっていうのが一つのポイントになります。あとはエアコンの関係でいうともう一つ気をつけてほしいのが夜寝るときですね。寝てるときっていうのは起きているときに比べて体の状態が、無防備になってしまいます。で無防備になるっていうことは体がより冷えやすい状態を作られてしまっているっていうことなんで、あんまり気にせずエアコンをつけっぱなしで寝てしまうと体が思っている以上に冷えてしまって、でそれが不調につながってしまうっていうことが結構ありますので、特にエアコンの使い方っていうのはこれから夏を過ごす上で皆さん気をつけてほしいなと思います。それでは皆さんまた再来週お会いしましょう。さよなら。